行田市、バスターミナルにて、行田市内循環バスは、埼玉県行田市のコミュニティバスである。2011年4月より、朝日自動車数営業所、共同バス、大井観光バスに運行を委託している。1995年に運行を開始した。2011年4月1日に大規模なダイヤ改正を行い、行田市、バスターミナル、行田駅を拠点として、経路路路線を運行している。 コミュニティバスとしての特徴でもあるが、基本的に行田市内で路線が完結している。ただし、西循環は熊谷市内にある、蘇士王流通センター駅に乗り入れている。これは、同駅が行田市と熊谷市で共同開設した駅であるため、また、東循環が羽生市をかすめている。路線名のッコは運行委託先。停留所の通過順について、 左回りは表記正準、右回りは表記逆順とする。お市場 BT、お市場、バスターミナルる字に、持田、太い地区を経由する。急に循環コースを分割し、通勤、通学需要の高いこの区間が新、西循環コースとなった。時間帯別の片方向循環、一周35分、主に、大田、埼玉地区を経由する。 両方向を循環で一周67分。主に南河原の北河原の地区を経由する。両方向を循環で一周70分。主に菅荒木地区を経由する。両方向を循環で一周65分。2011年1月18日より新設された路線。路線名の通り、運行ルートのほとんどは南大通り線上となる。片道17分。 2011年4月1日より新設された路線。旧西循環コースのうち、観光需要の高い東側を新設路線として引き継いだもの。2021年4月1日より大幅に再編し、観光に特化した路線となるとともに、型循環となる。蒸気以外の停留所には通過しても停車しない。これに伴い、1周44分に短縮。ありがとうございます。